ここまですごいかっこいいんですけど、これちょっと唯一残念な点があって。皆さんこんにちは、Gソウルゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴドリームズナイトメアキングのダークペガサスです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは去年発売されたレゴドリームズです。ちなみにこちらはトイザらスのサマーセールで半額以下で買うことができました。はい、箱はこのようになっていて、もうこのダークペガサスめっちゃかっこいいですよね。レゴの製品のペガサスって大体白やレインボーカラーのものが多いんですけど、こういったブラックのペガサスは今まで見たことなかったので、作るのがすごい楽しみです。箱の後ろはこのようになっております。ちなみにこのセットはダークペガサスが組み替えメインではなくて、こちらのゾウイの羽か、蝶に組み替えることができます。こちらの定価は7980円で、ピース数は482個です。ではこちらのナイトメアキングのダークペガサスを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。このダークペガサスなんですけど、思ってたより結構でかくてパーツがいっぱい使われていたのでめちゃくちゃかっこいいです。ちなみに組み立てにかかった時間はこれだけで1時間10分ぐらいで完成しました。では今からこちらのシールを貼って完成させたいと思います。はい、シールを貼り終えて完成しました。ちなみにシール自体は結構貼りやすかったので、だいたい1分ぐらいで貼れました。いや、やっぱこのダークペガサスめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、まずはこちらのセットに付属するミニフィグについて説明したいと思います。左からゾウイ、ノバ、ダークナイトキング、スーザンです。まずこちらがゾウイで、以前紹介したマテオやクーパーと一緒で主人公枠の一人です。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになって終わります。右手には弓矢を持っていて、左手には砂時計を持っています。ゾウイのミニフィグのプリントパーツめちゃくちゃすごいデザインになってますよね。こういった凝ってるデザインはすごい好きです。ちなみに背面はこのようになっております。ちなみにマントはいつものミニフィグと一緒で布製になっております。で、あとはこちらの人参も付属します。この人参はゾウイの鳥の餌だと思います。ちなみにゾウイはリバーシブルフェイスとなってますので、このように顔を回転させることができます。はい、続いてはこちらのノバです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。前回作ったジェイデンと同様にノバはパジャマになっていて、今回は怠け者がプリントされています。で、ノバの頭部もリバーシブルフェイスとなってますので、このように顔を回転させることができます。これは前回のジェイデンと一緒で寝ていますね。はい、そして続いてはこちらです。じゃーん。今回のレゴドリームズの大ボスのナイトメアキングです。これナイトメアキングのミニフィグめちゃくちゃかっこいいですよね。もうザ悪役って感じがして、僕はこのミニフィグすごい好きです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。で、ナイトメアキングのどれが好きなのかっていうと、もうわがまま言っちゃうと全部ですね。まず頭部がすごいかっこいいのと、あとはね、この剣ですね。この剣なんですけど、めちゃくちゃよく作られていますよね。クリアパーツの使い分けがすごい綺麗なので、これはすごいよく作られてると思います。で、ナイトメアキングのマントなんですけど、なんかちょっとゴムっぽいような軟質パーツになっております。で、ナイトメアキングはリバーシブルフェイスとなっていますので、このように表情を変えることができます。表情を変えるとマスクタイプになります。僕はね、このマスクタイプの方が好きですね。かっこいい。はい、そして最後はこちらのスーザンです。スーザンはナイトメアキングの手下です。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになって終わります。このスーザンもよく作られていて、このヘッドパーツもナイトメアキングの剣同様に、ブラックとダークパープルが使われていて、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみに頭部はこのようになっていて、一言言うのであれば目がたくさんあって、ちょっと気持ち悪いですね。で、あとこのスーザンのこのウィングパーツもすごいかっこいいですよね。ただこれスーザンの唯一残念な点を言いますと、実はこれ自立できないんですよね。これ羽パーツが重いせいで、これ自立させようとすると、はい、このように倒れてしまいます。個人的に言うのであれば、羽パーツの下になんか支えのパーツは入れてほしかったなって思います。はい、続いてはこの2体を見ましょう。ちなみに右が檻で、左がナイトメアキングの玉座です。まずはこちらの檻を見ましょう。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。いや、この檻すごいかっこよくてよく作られていますね。一応檻とは言ってるんですけど、もしかしたらナイトメアモンスターのなんか進化版みたいな感じですね。で、ちなみにこの檻の中にミニフィグを乗せることができて、先ほどのノバをこのように座らせて乗せることができます。はい、乗せるとこのようになっていて、これで捕まっていますね。ノバの表情パーツが寝ているものと、普通の表情しかないので、なんかちょっと恐怖側はちょっと入れて欲しかったなって思います。はい、続いてはこちらのナイトメアキングの玉座です。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。絵のプリントパーツは先ほどの檻と一緒のパーツが使われております。これ玉座というよりかは、これも先ほどの檻同様に、この玉座はいわゆるナイトメアモンスターの進化版なんじゃないかなって思います。翼はこのようになっていて、この翼僕は個人的にすごい懐かしいと思って、かなり昔に発売された、レゴキャッスルシリーズについてくるドラゴンの羽ともう全く一緒なんですよね。で、これが座椅子になっているんですけど、座椅子はこのように稼働させることができますので、こうしてみるとナイトメアモンスターの尻尾みたいですね。羽は根元がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動かすことができます。で、あとは足がこのようにヒンジで稼働させることができます。で、玉座にナイトメアキングを座らせます。よっと、おー、いやもうこれカラーリング前もあってすごい似合いますね。ただこれマントパーツが座椅子と干渉しますので、最大ここまでしか上げることはできませんね。はい、では続いてはこちらのダークペガサスを見ましょう。いや、このダークペガサスすごいかっこいいですよね。ちなみに今跳ねない状態なんですけど、跳ねない状態でもすごいかっこいいです。これも見た目の時点でもう完全に敵役だってことがわかりますね。ただこのペガサスなんですけど、説明書見る感じだと全然敵意はなくて、先ほどのナイトメアキングの玉座と合わさることで、このような姿になります。まあ、簡単に言えばパッケージの時点で操られていますね。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部は白色がベースになっていて、目はプリントパーツになっております。続いて首と縦髪はこのようになっていて、首には変わったパーツが使われていて、縦髪もしっかりと再現されております。続いて胴体と前足はこのようになっていて、胴体のこの部分はシールになっていて、前足のこの部分もシールになっております。で、前足のこの部分は、マテオとズイのメカロボットに使われていたパーツの色違いになっております。足のカラーリングも結構独特なものになっております。続いて胴体はこのようになっていて、胴体はブラックベースになっていて、この部分に先ほどのナイトメアキングの玉座を取り付けるジョイントがあります。続いて後ろ足はこのようになっていて、後ろ足は前足とほぼ一緒の造形になっていて、根元の部分が違うだけで、足については前足と一緒です。最後に尻尾はこのようになっていて、尻尾も結構独特な形をしていますね。尻尾のパーツについてはなんかバイオニクルのパーツみたいなのが結構使われておりますね。ではこちらのダークペガサスの可動範囲について説明します。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように動かすことができます。ちなみにこれ1回転させようとするとパーツ取れてしまうので、1回転はできません。で、ペガサスの角がこのようにヒンジで稼働させることができます。ちなみに首は固定されているので稼働はありません。続いて前足の根元がヒンジになっていますので、このように動かすことができます。これも1回転させようと思えばできるんですけど、パーツが当たってしまうので、1回転はできないですね。で、足首についてはテクニックの十字ピンで固定されているので動きません。で、後ろ足も前足同様にここがヒンジになっていて、このように1回転させることができます。で、あとはこのように広げることもできます。で、最後、尻尾は根元がボールジョイントになっているので、このように動くのと、あとはここがヒンジでこのように動いて、で、さらにこの部分もボールジョイントでこのように輪を踊って、で、さらにこの部分がボールジョイントでこのように動かすことができます。はい、可動部分を活かしてこのようなポーズを取らせることができます。まあ、動くっちゃ動くんですけど、パーツ自体が干渉したり、バランス的にちょっと心を持たないところはありますね。で、あとはこういったポーズもたらせることができるんですけど、これスタンドがないと厳しいですね。では、こちらのダークペガサスに先ほどのナイトメアキングの玉座を取り付けます。この部分に取り付けて、で、あとは足を密着させます。はい、合体させるとこのようになります。うわ、かっこいいで、あとは玉座の翼がこのように稼働しますので、このような躍動感のあるポーズも決まりますね。ここまですごいかっこいいんですけど、これちょっと唯一残念な点があって、実はこの玉座なんですけど、羽を動かすと、このように簡単にポロッと取れちゃうんですよね。ちなみにジョイントはこの2つのパーツになっていますので、ちょっと耐久性に難はありますね。このパーツはポッチにすれば、まあ、耐久性はちょっと良くなったんじゃないかなと思います。で、あと細かいこと言うのであれば、ナイトメアキングの玉座がいる状態だと、このペガサスの目は赤目になっているんですけど、この交換用の目がないんですよね。まあ、プリントパーツはいいとして、玉座の耐久性にちょっと難があるのが、個人的には残念かなって思います。ここはもうちょっと強くしてほしかったなって思います。まあ、ダークペガサスについては基本的にもう飾っておく感じになりますね。では今から残りのパーツを使って、この2つに組み替えたいと思います。まずはこちらのゾウイの鳥を組み立てます。はい、ゾウイの鳥が完成しました。ちなみにこれを作るのにかかった時間はだいたい10分程度で完成しました。はい、全体をぐるっと見ますと、このようになっております。ゾウイの鳥には小さいパーツがたくさん使われていますので、造形がすごいよく作られていると思います。近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部のこの造形はレゴクリエイターの中世のお城についてくるドラゴンと、ちょっと似てますね。そして胴体と翼部分はこのようになっていて、翼のこの部分は植物の葉っぱパーツになっております。この部分にゾウイを乗せることができます。尻尾も翼同様に結構変わった造形をしております。鳥の首がヒンジになっていて、このように稼働させることができて、で、さらにヒンジがこのようにクリックで動かすことができます。で、あとは翼部分がこのように稼働させることができます。尻尾は根元がこのように稼働するのと、で、あとはヒンジでこのように動かすことができて、尻尾の先もこのように稼働させることができます。では、ゾウイを乗せたいと思います。はい、乗せてみるとこんな感じです。で、ダークペガサスと一緒に並べることによって、このようにナイトメアキングとの戦闘シーンを再現することもできます。では、続いてはこちらのゾウイの羽に組み替えたいと思います。はい、蝶の翼に組み替えました。ちなみにこれを組み替えるのにかかった時間はだいたい5分ちょっとで完成しました。先ほど組み立てた鳥から、この蝶の羽に組み替えられるところが結構すごいと思います。はい、全体をぐるっと見ますと、このようになっております。羽のデザインはこのようになっていて、で、あとは鳥の時に尻尾だった部分が、蝶の触角になっております。で、蝶の羽はこの部分がヒンジになっていますので、このように動かすことができて、で、あとは羽の部分がこのように稼働して、で、触角もこのように動かせることができます。では、ゾウイのミニフィグに、この羽を取り付けたいと思います。まずゾウイのミニフィグからこのマントを取り外して、このクリアパーツを取り付けます。はい、これで完了で、で、あとはこの部分と合体させれば、はい、このようになります。あとは羽の部分を活かしてこのようなポーズを取らせることができます。大きさにつきましては折り型のナイトメアモンスターとちょっと似てますね。はい、今回のセットについてくるものを全部並べるとこのようになります。箱の裏のような感じにして、このように羽になって、ダークペガサスとノバを助けて、で、先ほどの鳥形態で、ダークペガサスを助ける感じになっております。はい、ということで、レゴドリームズ、ナイトメアキングのダークペガサスを組み立ててレビューしていました。よく考えたら僕ってこういった感じの敵側のサイズのセットって確かあんま作ったことなかったんで、今回のセットは個人的にすごくいいと思いました。まずこのダークペガサスがカラーリングと見た目も相まってめちゃくちゃかっこよかったので、すごくいいと思いました。強いて言うのであれば、ナイトメアキングの玉座パーツが取れやすいのがちょっと残念かなって思いました。で、あとは今回の組み替えがまさかのゾウイの鳥というところが、いい意味で期待を裏切られた感じがあって、結構面白いと思いました。ちなみに僕は蝶と鳥だったらどっちが好きかというとこちらの鳥ですね。鳥の方が迫力がありますし、可動範囲もあって、僕は鳥の方が好きです。はい、以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほななーイェーイ